白ワインを入れます。ね、下にあのベシャメルを敷くのがポイントで、めちゃめちゃこれバカうまです。今日はホタテのグラタン出ました。グラタンの三尺を作りますね。お待ちかねです。はい、材料です。この殻付きのホタテを使いたかったんですけど、ちょっとあのスーパーでなくて、ホタテ貝、ね、北海道の生食を買ってきました。そして、まあ、これはあの、まあ、ホタテあれば何入れてもいいんですけど、むきエビね、むきエビも買ってまいりました。そして玉ねぎのみじん切り、はい、氷が13個できました。そしてマッシュルームカットしております。炒めるバター、焼き色をつける、パン粉とチーズで、調理する白ワイン、僕のレシピの341番の、ベシャメルを使います。そして、ポームピューレ、ポテトのピューレは350番です。それを参考にしてください。そして今日はのこの、グラタン皿を使います。殻のある時は、殻を使うんですけども、今日はこの器で使います。それでは、グラタンの具材に火を通します。あの器を100均の器を使うんですけども、ちょっとあの使うバターを薄く、軽くでいいです。100均で1個100円はいいんですけど、たまに100均で1個300円っていうのはちょっと納得もいかないんですけど、まあそういうのもあると。はい、まずバターを入れます。そうしましたら、火は、中火の強火です。中火の強火にしましたら、貝柱、軽く塩と胡椒をしてください。白い胡椒です。そしてシュリンプ、ほんの軽く塩コショウです。そこに玉ねぎと マッシュルームを入れます。きのこですね。で、さーっと全体を、先にあのシュリンプとホタテを焼いてあげると、あの香りがね、香りが、旨味の香りが立ちますので、はい、そうしましたらここに白ワインを入れます。はい、これで一度ちょっとあの蒸して火を入れます。そうですね、1、2分で火が入りますので、また200度で10分あのオーブンに入れますので、はい、皆さん見てください、はい、これぐらいで火を止めてください。私が作ったベシャメル、本当はね、ベシャメルで和えるんですけど、今日はベシャメルを下に引きます。はいはい、今行きます。はい、大さじ1杯今日入れますね。
でそこに、先ほど焼き上げた具材、シリンプ3個、シリンプじゃない、ホタテ3個、シリンプ4個、ね、ここであんまり火入れしちゃうと火入りすぎちゃいますので、そしてマッシュルーム2個分、まあ、1人1個ですね。はい、皆さんこの汁見てください。この汁がポイントです。この汁を、この汁ですよ皆さん。この汁を入れることによって下のベシャメルも柔らかくなりますし、旨味もギュッとね。でここで火を入れないということがポイントです。この上にパン粉、サラサラと、そしてチーズ、パラ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 と、はい、そうしましたら、これも 100均の袋でございます。この周りに絞ってあげます。よいしょ。よいしょ。こうやって。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、これで200度で10分焼き上げます。はい、レッツゴー。はい、10分あっという間で、じゃじゃじゃーん、もうちょいですね、あと3分、はい、180度で、3分追加で13分です。じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、はい、いい感じです。それではどうでしょうか、見てください、中ぐじゅ、裏ぐじぐじです。下にベシャメルが、下にベシャメルがありますので、下のベシャメルも、そして小エビいかしてもらいます。ちょっと暑かったです。皆さん、もう少し、皆さん、冷まして。ワインは。フランス、アルザスです。レグズトワール、セルベルグ、シルファネール、シルファネール市でございます。あ、グレープフルーツの香りが。皆さん、暑い時はね、先に飲み物を飲んでください。でも、めちゃめちゃこれ、爆うまです。なんかこう見てください、こうトロトロで、なんかね、下にベシャメル敷くのがポイントで、ね、さっきの僕は汁入れたでしょ皆さんね、この汁がで周りの
これも一挙に。混ぜて下のベシャメルね、こうもうあえて、あ、こううまみがバッもうバッチリです。この冬、これ見た目はいまいちですけど、味はもうダブルグーです。すごいうまみが、でこの中でね全部こうあえて食べるっていうのもコツだと思います。暑い時はワインと一緒に、ほんとめっちゃ美味しいです。これなんかあのお芋のピューレとベシャメルとあとホタテの旨味バッチリです。どうぞ、あのかなりあのリッチな味になっておりますので、これから寒い季節バッチだと思います。ダブルグーです。どうぞ、試してみてください。